コネチカット州会議事堂コネチカット州会議事堂はアメリカ合衆国コネチカット州の州とハートフォードに立地する同州議会の議事堂コネチカット州議会の上下両院の本会議場のほか州知事室、州副知事室、州務長官室などが置かれているこのゴシック様式の庁舎はイングランドの建築家リチャード・エム・アップジョンの設計によるもので 1871年に建設が始められ、7年の歳月と250万ドルの費用を費やして完成し、1879年1月から旧集会議事堂に代わって集会議事堂として使用されるようになった。この庁舎は1970年に国家歴史登録財及び国定歴史建造物に指定された。庁舎の外観には、 州内のイーストかナーンさんの大理石、およびロードアイランド州、ウェスタリーさんの見陰石が用いられている。庁舎を上から見ると、ほぼ長方形をしており、南側に別館が建てられている。庁舎への入り口は、東西両側に設けられている。東側の入り口は、数点の州の政治、社会史上重要な人物の像、共像、および彫刻で装飾されているのに対し、 西側の入り口は像のみである。また壁画には州の歴史上重要な場面が描かれている。庁舎の高さは78.3メートルで、一番上には金箔の張られたドームが被せられている。ドームの周囲には農業、商業、教育、音楽、科学、軍事を象徴する12体の像が立て並べられている。 庁舎の内装には、州内で算出された白い大理石、および赤いスレートのほか、イタリア産の色付き大理石が用いられている。ありがとうございます。